はい、スタートしました、うらぎチャンネルです。今回こちらのテーマです。平野選手が2023シーズン初プレー、良かったところと改善ポイントはということで、うん、ゲストは島崎秀澄さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、ゆうじさん、はい、私かなめです。よろしくお願いいたします。湘南戦のライブ後に収録しております、はい、もう日をまたいでおりますこっちは日本時間ですけどじゃあ早速ですけども、こちらの今日今シーズン初プレーというところなんですけども、まず今日の湘南戦で良かったところどのあたりだったでしょうか、島崎さん。まあ、平野雄一選手はね、皆さんもご存知の通り、はい、かなり際立った個性を持っている選手ですよね。ボランチのポジションが適正ポジションですけど、今ね、リーグ戦では岩尾健と、伊藤敦樹がね、レギュラーのような形で出てますけど、彼らとはまた違う個性を見せられるのかなと思って注目して、今回の湘南戦見たんですけど、やはりね、彼らしいプレーで、チームをコーディネートしていたし、実際にね、現象としてはビルドアップがね、かなりスムーズに、できたんでね、それは彼のやっぱり力が大きかったんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり縦パスの感覚とか、やっぱ平野選手らしいなと。あと、その相手が前線からプレスかけてくるんですけど、それを回避してパスを受けるポジショニングとか、挙動がやっぱり優れてますよね。何回もね、鈴木ザイオン、キーパーの鈴木ザイオンに縦パス要求するシーンあったんですよ。平野、はい、最初の頃鈴木結構自重してたんだよね、リスクを考えて、だけど大丈夫だみたいな形でよこせって形で平野にパスを出すと、ショートパスを、そしたらすぐに平野は、センターバックの味方に返したりサイドバックに展開したりして、相手の前線プレスをストレッチさせてましたよね。それだけでも相手ってかなりゲームワークされるんでね、そういうその細かいところのプレーアクションが非常に彼の場合は丁寧というか、とても考えられたプレーをするんで、そこは良かったと思いますよ。その中で、ユージーさんがどうしても質問したいことがあるい、はあ、いや、まあ、さっきライブでお話ししていただいたんですけど、まあ、監督としてはその3枚にしたくないと、うん、でも平野選手はちょっと今日3枚になって、うん、まあ、いいプレーしてましたよね。そうですね。あれは監督的にはどう思ってるんですかね。うん、これね、あくまでもスコルジャー監督が自ら発言していることじゃないんで、僕の予測でしかないんですけど、昨年まで率いていたポズナンのゲームを見てると、2枚のセンターバックだけで回そうとしてたんですよね。で、今のヨーロッパのトレンドは相手が2トップでね、2人で前線プレスしてきても2枚で回すっていうのが、非常にトレンドで、で、できるだけ中盤の位置に選手を置いて、敵陣方向にね、人数を割く傾向があるんですけど、スコルジャーさんも絶対それを考えてるはずなんですが、横浜戦あたりでかなり苦しんだんですよね、裏がビルドアップで。その時に岩尾が落ちたんですよ、バックラインに。それである程度改善されたんですよね。なので、現状では、ああいう形で相手が2トップで追いかけてきたら、ボランチがセンターバックの間に降りてパスワークするっていうことを許容してんだと思うんですよね、監督自身。許容。うん。理想はまた違うところにあるかもしれないけど、現状ではその方がやっぱりボールを持てるし、相手の前線プレスを回避できる要素が高まるんでね。その代わり、今度は工夫が必要で、中盤に人数を避けなくなってるわけだから、そこでの圧力をどうやって強めるかはこれからの話なんですけど、イランに関しても、ピッチに立ってる選手って肌感覚でわかるんですよ。相手のプレスを回避できるのかできないのかっていうのはね。で、今回に関しても、多分自発的にああいう形で降りて3枚回しをしたと思うんですけど、もともとね、スコルジャー監督のセンターバックのポジションがかなり開き気味なのよ。もう。はい。よくほら、攻めてる時に開き気味になったり、それから守備の時もどういう形にするかっていろいろチームによって変わるんだけど、スコルジャーさんかなり開くのよ。守備の時でも攻撃の時でもセンターバックが。だから余計に降りたくなると思うんだよ。ブランチが。吸い込まれるより降りたくなると思う。吸い込まれちゃったんですね。吸い込まれたって言い方あれですけど。開く理由って何かあるんですかね。サイドにボールを回しやすいとかですか。ビルドアップの時にはそういうサイドからビルドアップした意図がスコルジャー監督にあるんで、センターバックとサイドバックの位置を比較したいんだと思う。パスワークを円滑化するためにね。守備の時に関しては、実はホイボラーテンとショルツだからそういう守り方してると思う。ほぼ2人で守ってるからね、今。リーグ戦見ると。ショルツとかホイボラーテンがサイドライン際で守備してる場面いっぱいあるでしょ、今年。あります、あります。あのエリアまでカバーするんだよ、2人が。もっと言うと、自軍の横幅は全部2人だけでカバーしなさいっていう、ものすごくスパルタ的な守備を求めてんだよ。そういうことなんですよね。まあ、ただ、今回に関しては、平野の、降りる判断は良かったと思いますよ。それでビルドアップが改善されたんでね。ここをしていけば、より出場チャンスが出ていくんじゃないかみたいなところがありましたら。
繰り返しになりますが、本来はセンターバック2枚で回して、ボランチは前の位置を取りたい。特に、今日の湘南戦に関して言うと、2トッププラスダブルインサイドハーフの布陣だったんですよね。うん、だから、その、一番いいのは、ダブルインサイドハーフと2トップの間に1人。それから、インサイドハーフと相手アンカーにも1人、ボランチを置くと、どんどんパスコースが生まれると思うんですよ。前進するパスコースが。ちょっとこれは分からないんですけど、スコルジャ監督、さっきも言ったように、サイドから攻撃構築したい監督さんだとは思うんだけども、やはり中央のパス、コースも見出した方が、ビルドアップは安定化すると思うんですよ。うん、はい。そういう意味では、今回は平野の判断で、おそらく降りたと思うんですけど、バックラインに。もう一つね、チーム戦術をステップアップさせたいんだったら、平野もやっぱり前目にポジションを取った方がいいと思う。うん、これからの改善ですね、それは。降りないようにするにはどうすればいいんですかね。パスコースをまず見出すことが大事で、これはリカルド監督の時からそういうのは訓練してて、実はスムーズにいってた面でもあるんですよ。うん、皆さん記憶も、もう抹消したかもしれませんが、昨年のことは。ただ、全然降りてないんだよ、今日ね、ボランチは。うん、バックラインに。うん、ほとんど降りてない。だ本来できると思う、今のメンバーでも、それが。おだ問題1個あって、ボランチの選手ができる、できないじゃなくて、特にホイブラーテンですね。まだ加入して間もなくて、味方選手の個性も把握しきれてない状況だと思うので、そこでの、もしかしたらぎこちなさがあるのかもしれないですね。だからホイブラーテンがどん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 チームにフィットして、そういうビルドアップの判断が向上したら、わざわざ平野が降りなくても良くなるかも、っていうふうに思うんですけどね。今日も一人だけ出場していたんで、そのあたりのコンビネーション向上の意味もあるんですかね。ありますね。うん。そういうチームに馴染ませる、意図があると思います。あと、平野に関して言うと、パスワークも上手くて、自陣でのゲームコントロール力もあるんだけど、敵陣でのスルーパスとかもすごく鋭い選手じゃないですか、この選手。もう見たいですね、もっとね。うん、だから、前目でのプレーをもっと見たいね。今日はかなり控えられていたような気がします。そういう意味で。リスク管理をしていた。うん。それも平野選手の個性だけどもね。攻撃面での彼の個性も見てみたいなと思いますけどね。ちょっと言いづらいかもしれないけど、今日の試合で、スコルジャ監督のボランチの順位として、ちょっと上がったと思います？上がったと思いますね。あと、これ本当に気の毒なことなんですが、柴戸選手がね、足を痛めて途中交代したこともあって、うん、それから安井海斗が、うん、おそらくトップ下の結構いいチョイスになりそうな気配。それから、新加入の堀内陽太は、右サイドバックで試されている。うんなどを考えると、いわゆるレギュラー格として今、捉えられているのは岩尾と伊藤だけども、うん、十分平野がそれに割って入る、ボランチの3番手として台頭したんじゃないかなと思いますけどね。うん、おー、そうですね。この3試合、4試合で変わってきてますね、その辺の。スコルジャ監督、各ポジションにスペシャリティを求めるタイプだと思うんで、そういう意味では、うん、今のところ岩尾、伊藤、平野がこのチームのボランチのスペシャリティなんじゃないかなと思ってますけどね。じゃあ今後もベンチ入りは続く可能性が高いという感じ。と思います。はい。はい。裏木チャンネル、チャンネル登録していただくと、編集頑張ります。あと、いいねしていただけると、嬉しくなりますので、お願いいたします。嬉しくなります。はい。はい。島崎さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。